えー、次にですねあと、えー、ご講演の2人目ということで、さぬいさんをご紹介させていただきます。さぬいと友さんは、ですねライフイズテック株式会社の取締役、えーと、最高教育戦略責任者を務められています。えー、コンサルティング会社を経て、ですねあのアカデミックキャリアを、博士課程で学ばれたということでございまして、あの2010年にライフイズテックを創業されています。 でえー、プログラミング教育をです、ね、あの中心に活動しておられまして、えーまあ、今後はあのデータサイエンス教育などについても取り組まれるということを聞いております、えー、今日はそのあたりのお話もいただけるのかなと思っていますであと2019年と2020年ですね2年連続で、えー、とアイデアコンテストの審査員もお務めいただきました、えー、では佐野さんよろしくお願いいたします はいえー、ご紹介ありがとうございます。ライフセックの佐野井でございます。よろしくお願いいたします。えー、ではですね、あの本日この後、えー、画面共有をしながら進めさせていただきたいと思います。えー、出しまして、2040年の未来から逆算したデータサイエンス教育の在り方ということで、 話をしていきますえー、ちょっとこれからあの25分程度ということになりますので、あのちょっとかなり駆け足でのご説明になってしまって恐縮なんですが、少しちょっと早口になってしまうんですが、あの少しこういった内容でお話をしていきたいというふうに思います。で、自己紹介は軽くです。あの、先ほどご説明いただきましたが、あのライフセックというですね。中高生向けプログラミング教育の会社でえー、豊島役をやっております。あのこれまで主に教育系の研究者としてのですね。 あの背景とかも持ちまして、今は民間でえ主に中学校高校のプログラミング教育の分野でえお仕事をさせていただいております。ラスセックという会社はですね、あのそういった中学生高校生が課外であのプログラミングを学ぶ機会をですね作る会社としてスタートしております。あのこれがもう10年以上前のことになります。 であの子どもたちがです、ね、あのプログラミングを学ぶだけじゃなくて、身近な課題を解決するアプリをどんどん出していくというところまでいけるのが特徴です。で最近はです、ね、ライセックレッスンという学校のいわゆる授業で使う教材の提供ですねというところもしておりまして、中学技術科、高校情報科の中のプログラミング教育に対してです、ね、教材提供しておりまして、もう1000個以上でご利用いただいています。 まあ、そして2021年度からはですねデータサイエンスの領域についても、教材を順次ご提供していくと、特に高校の情報1すね次の学習指導改定に対して、ですねサポートできればということの中で今、事業を進めております。 であの本日ですけれども、あの私の講演部についてはです、ね、事前の,の,あのいわゆる PDF での,あの資料共有というのはちょっと NG となっているんですが、あの逆にあの録画、録音、撮影メモ、あ,のあとはネット上のツイッターとかでのシェアなどはいただいて構いませんので、まあ、ぜひぜひ日あのお話をさせていただく内容を、ね、お持ち帰りいただければというふうに思っております。えでは、ですねここから本題へと入っていきます。え年の未来から逆算したデータサイエンス教育と とということなんですすが先にちょっと結論だけお伝えします、えー、大きく3つです、えー。データサイエンスのスキルというのはです、ね、2020年以降の世界を生きる必須スキルだということ。えー、2つ目はです、ね、データサイエンス教育のポイントは、えー、自分ごと化とプロジェクト化というところになるのではないかと考えています。まあ、そして最後、えー、データサイエンス教育の必要性を今、社会的一種にしないともう間に合わないというふうに思っています。えーまあ、こういったお話をこれから、えー、詳細させていただきます。 でまずえ今日の話の前提なんですが今の子どもたちの教育を考えるには10年から20年先の未来から逆算して考える必要があるということです。というのがあの今の小学生がそれこそ社会人に、えー、なる頃っていうのは今からそれこそ10年から15年ぐらい。 先なわけですしあのその時にあの間に合えばいいところじゃなくてそこから先の未来にですねあの必要なスキルっていうのを持っておくことっていうのがその子たちがあのそこから社会人生活40年とかですねあの活躍し続ける、えー、糧になるわけですからあの今まで何やってきたかとか今何が大事かってことももちろんあるんですけども、えー、未来を見据えてじゃあ何をやっていくかってことをですね考えていく必要があるというふうに考えています。 でそうった時にじゃあ、2040年の世界って、まあ、20年も先なので、一体どんな世界なのって話なんですがあの、今から約20年後ということで、あのいくつかです、ね、未来予想のレポートっていうのがです、ねあの、国内のもの、国外のもの、出てるんですが、そういったものをあの2、3週、私もちょっとあ,のあさり読む中で,です、ね、大きくあの共通しているのは大体この3つの項目です。1つがテクノロジーの急速な発展。 2つ目は、日本はより一層課題大国になりますよと。そして3つ目が価値観の変化が特に若年層に起きているという話です。まあ、あのちなみにこれ以外にも、ですね、ちょっとそういった地政学的なものとか、あの海外の,あの例えばインドとかの人口が増えるみたいな話とかっていうのもちょっとあるんですけど、今回はちょっとあの日本国内ということで、この3つにちょっと限って、まずは話をさせていただきたいというふうに思います。 でテクノロジーの急速な発展というところなんですが、あのこちらはあの文部科学省の科学技術白書の中にも、ですねこういったイラストが出てきていまして、まあ、ざっくり言うと、AI とかですねそういったデータサイエンスとかですねロボットとか、そういったものがもう生活の中にもう当たり前に溶け込んでますよというふうな未来をですねあのイラストとして、えー、科学技術白書の中でも表現をされています。 具体的には AI の技術というのがです、ね、あの生活の至るところに浸透していくと、HAI というのはもう街角のもういろんなところに今、あのインターネットの,です、ね、あのツールがいろんなところにあると同じように AI のそういったツールが入っていく。で自動運転はもう技術的にできていますし、あとロボットもです、ね、AI が組み込まれて、えー、もう使われていく時代というのがいよいよ来るでしょうと。で次に通信環境がです、ねえー、さらに増強されるというところで。えー そういったあの体験もです、ね、あのこれまで以上にすごいあのデータ量が飛び交ったりとか、まあ、あとはあのこの Zoom にしてもです、ね、タイムラグなく、えー、より音声もクリアにとかです、ねえー、そういったことが実現されますと。で次に量,量子コンピューターによる分析処理の超高速化というところであの CPU の性能とかです、ね、こういった処理の、えー、スピードというのはまだまだ上がっていきますので、一番は AI の処理というものもあのすごい速さでできる時代が来るわけです。 そして最後、あのデータ収集、処理量も、えー、そういった環境の中で圧倒的に増大していくということが想定されています。でこれはもう2040年といわず、も今今起こっていることですがあの、もはや IT を仕事にするイコール、IT 業界だけの話ではないということです。あのプログラミングにしてもデータサイエンスにしても、あそれは IT 企業の人たちに関連することでしょっていうふうにですね、まあ、 まあ正直ごく最近というか、今でもまだ言われる方いらっしゃいますけど、もうそんな時代ではありません。あのヘルステック、医療の領域でも、えー、農業、アグリテック、あとは教育、エルテックと言われるような、すべての領域でテクノロジーを架け合わせた、そういった技術というのが、もう日常の,その仕事の中に浸透してきていますと。 で一方で,です、ね、その中で、えー、広く見たときの,の IT 人材というのは、2030年には45万人不足というふうに予想されてまして、まあ、これというのはさまざまな産業で IT、データサイエンスのスキルが必要なのに、そういったことを持っている人たちが少ない状況というのが生まれると、逆に言えばそういったスキルを身につけていけばです、ね、この後もいろんなところで、えーまあ、あの働くことができるというふうなこれ話とも受け取れます。 でまあ、そういったですね IT の中でもですね、えーまあ、あのデジタル庁も今後あの動き出していきますけどもそういったすべての DX 化のですね、えー、あのなあの起点というふうなところにデータというものがあります。どういうことかというとこの DX 化とデジタル化といっ,ったときにです、ねえー、それは何なん自動化のことなのとか。 なんか予測できるってことなのとかああ、効率化することでしょ、働き方改革とかでとかみたいな話がいろいろ出るんですが、それはすべて DX 化の効果として正しいことです。アウトプットとしてはすべて正しいんですけれども、あのそういったすべての DX 化のアウトプットを出すためには、まず前提としてあのデータがなければあの何もできません。 さまざまなデータですね、まあ、何でもいいです、例えばあの学校の先生があのどういうふうな働き方をしているかっていうふうな、あのそういった時間データとかですね、あとは子どもたちの例えば成績データみたいなのがあることによって、まず状況が見える化されて、課題発見がされると、先生の仕事、ここのところ効率化できますねとか、子どもたちの学びを、じゃあ、ここにこういうふうな問題を早めに出した方がいいんじゃないですかということで、最適化できたりとか。 あとは採点の自動化ってことも、採点のデータをですねまず取り込まなければ自動化できない。であとは、そういったデータをですね校内の公務システムと連携していくというところも、ですねデータ同士を、それをあのデータの形を合わせて連携をさせていきますし、えそこから未来予測をしたりとか、さらに AI。 機械学習の分野ですね、学習させてあのより精度を上げていくというところもでさまざまなデータを読み込むことでこれ実現をされていきます。つまりそのデータを使うということは、本当にこういった DX 化のすべての規定になる非常に重要なあの要素なわけです。で、こちらも一緒ですねあの。もうデータも IT 業界だけのものじゃありませんと。スポーツかけデータ、農業かけデータ。 音楽のヒットチャートの予測かけるのもデータだから、そういうふうなデータをもとにしてヒットの曲を作るということも事実もスタートしていたりとか、まあ、あと、あの今回、コロナであの東京都とかですねかなりあの頑張られていますけれども、医、え、療、ー、の状況をかけるのをデータというところもですねこれ全部自動化して行われていたりしているわけです。 で最初のテクノロジーの発展というところが少し長くなりましたが、えー、次ですねあの、日本国内は課題大国になるというところはもう皆さんもお分かりですし、先ほど小田さんのお話にもありましたので、少し手早くいこうと思うんですが、まあ、少子高齢化がこういった形でより顕著になります。まあ、あの人口動態はあ,のあらゆる未来予測の中で一番当たると、まあまあそれはそうですね。あの今生まれてない子は未来生まれてくるわけがないわけですから、あの人口動態って一番当たりますので、 まあそういった中で、どういうふうにして高齢者を支えるのか、か生産年齢人口の人たちの生産性を上げるのかというところが、喫きの課題になっていると。で一方で,です、ねあの、日本はやっぱり生産性があまり良くないという問題を抱えている中で、えー、今のままだとです、ね、GDP の,のみというところも、えー、そんな伸びないんじゃないかというふうな予測が、えー、これ、えー、出ています。 まあなので、あの経済発展がなかなかない中で、どういうふうにああいったあの高齢者の皆さんを支えていくのかみたいなところが、非常に国全体として課題になっていく、まあ、ここをちょっと上げていくということをしないとなかなか厳しいご時世になっていると。で最後ですね、価値観の変化というところでは、やはり SDGs ですね、これちょっとまた後でも詳しくお話ししようと思うんですが、があの広くやはり沈騰して、今の若年層の中では、非常にこういったところに対しての問題意識というのは強いです。 で事実ですね、そういった CSR とかです、ね、いわゆる SDGs、ESG 投資とかですね、そういったところに対して、真剣に取り組んでいる会社を選ぶというような価値観変化が、明らかにその年代差が出てき始めていますと。き、まあ、今日ちょっとお見せしないですが、これにかかるところで LGBTQ とかですね、そういったところに対しても、やはりあの顕著にあの若者の方が偏見がなくなっているというふうなデータが、日本財団のデータからも出ていたりとかしています。 でですね、あと最後、価値観の変化というところ、教育のところもです、ね、大きく OECD ・エデュケーション2030というふうな方針の中ではです、ねあの、もう大きくそういった変化をする世界の中で、えー、個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイング、えー、その両方の解決をしていくことがこれからの教育の目標だと。で、その中で学習者というのは、あの必要なエージェンシーということで、 複雑で不確かな世界を自ら学び行動できる力が必要だというふうなことであの教育に対しての価値観、まあ、これは言ってしまえば学習の価値観というものも、えー、まさに変わろうとしています。でここまでの、えー、まとめになります、えー、テクノロジーのその急速な発展とういうことの中でテクノロジーなしに仕事はできない特にデータなしに仕事はできないとで、えー、日本はより一層課題大国にということの中で言うと課題解決しないと国地域は持たない時代です。 そして最後、価値観の変化に伴っては、個人が課題を設定し、えー、それぞれに、えー、解決をしていく時代が来ているということが言えると思います。まあ、ですので、えーと、私たちはですね、2040年とは、もうあの一人一人全員がです、ね、デジタルイノベーターになる時代が来ていると思っていますで。ここでいうデジタルイノベーターというのはですね、なんか変わった、こうなんですかね、アーティストの超エッジ立った人みたいな話ではなくて、テクノロジーを活用して、 課題を自ら設定し解決するとで。それによって社会を良くしていくあの。こういった人のことをデジタルイノベーターというふうに呼んでいます。まあ、こういったあのデジタルイノベーターがです、ねあのまあ、本当に稀に出るとかということではなくて、あの僕らは例えば1世代で言えばもう本当に120万人とかですね、もうあのほとんどお、まあ、その部活、例えばんですかね、野球やってるのと同じぐらいですね、えー、というかそれ以上ですね、あのそういった あのまあ、だからイメージで部活やってるのと同じぐらいになりますかね、えー、当たり前にそういった活動を中高生のうちからもやってる子たちが出てくる時代が来ると思ってますし、少なくとも全員がそういったことを学校の授業の中とかで、まあ、せめて大切だよねとか、ちょっと体験したことはあるよ、そういったことまでですね、えー、中高生年代で言えば600人と600万人とかですね、が、えー、していく、そういった時代が来るというふうに考えています。 ここは先ほどちょっとお伝えした通りですが、まあその中であのデータというものが非常に大事だという話はちょっと再現をさせていただきました。さあじゃあ、その2040年の子どもたちってどんな子たちなんだろうっていうことなんですが、一つはですね AI ネイティブの子どもたちがもう活躍をしている時代になっています。であの大事なことはですねあの2030年以降の子どもたちのこととかを考えるときに、まあ、だし、今の2020年の子どもたちのことをデジタルネイティブとして捉えるのはもう誤りです。で えー、ここに大きなちょっと違いがありまして、2010年以降はですね、常にオンラインにつながっているオンラインネイティブと言えるような世代になってますので、あのー、私も中高生って2000年頃、まあ、高校生が2000年頃なんですけど、私たちの年代と今の、えー、インターネットに常にアクセスできている子どもたちを同じように考えるのは間違いですと。と で特にその中で、ですねちょっとここでご説明をすると、あのスマホをあの持ち始めたスマホネイティブ、いわゆるコンピューターが手元にある状態になったスマホネイティブで、それから先の今の中高生っていうのは、もう複数のそういったウェブ上のサービスですね、クラウドサービスを使い分けることっていうのを軽やかにもうできると、でさらに2030年になると、AI を同様にということになるんですが。 あのクラウドネイティブの子どもたちというのは、まあ、ですのであの、そういったインターネット上で情報を調べ、インターネット上の開発環境を使って、ですね、まあ、こういうふうにあの、来るよりも早くですねコロナの感染の経路をたどるアプリをですね、えー、作る子たちが出たりとか、まあ、あとは映像の分野とか、えー、3DCG の分野とか、そういったところでもでさまざまな活躍をしている子たちが、もうポロポロとも全国で出てきてますあの、東京だけとかそういったことではありません、現にこの子も北海道の高校生です。 でそういった2020年のクラウドネイティブの子どもたちというのは、ですね徐々にオンライン接続が生活の前提となっていて、頭脳の一部はクラウド上にありますと、まあ、つまりもう正直全部を覚える必要ってなくてあの、受験でそれこそ、グーグルとかヤフーの検索を使わせればいいと思うんですね。なぜなら、日常生活の中で、そういった記憶の一部というのをもう今の子どもたちはインターネット上に置いているわけで、あの検索を使ったりすることが当たり前になっているからです。 で次にネットで生き方をブーストするってことなんですが、あの先ほど後藤さんの話にあった、例えばリンさんっていうですねその高校生のブログがものすごくあのバズって、ツイッター上で拡散してとか、あのそういったものもですねあのまさにあのここにあたまります。であのスピードスケールクオリティーとところをご説明すると、まあ、とにかくあの処理速度がものすごく速、えー、いスピード、そしてそれが SNS とかを介してもうどんどん、えー、伝えられていく、広がっていく、それがスケール。そして最後 3D 史上を使っ作ったりとか、アプリを作ったりするソフトウェアも、ですねあのもうインターネット上からあの自由にあのダウンロードしたりとか、あとはインターネット上で処理をしたりということできますので、あのこれまであのまあ大学生でも1年以上かかっていたようなことを、中高生が1ヶ月で作り上げる、あのそんなことも当然できるようになってます。 で、つながりが簡単な世界レベルということでこれは SNS とかあのメールとかを介してですね、気になったことがあれば、すぐにですねあの、お隣に聞けると。今もクラブハウスというアプリの中でですね、あのまあ、高校生が時々帰ってきてあの、一斉の人に質問したりとかっていう風景があったりしますけども、そういったことがもうすぐにできると。なので、 あの若くして社会課題開発に一斉にですね、中高生だったりとか、そういった大学生がもうどんどん出てきている、あのそういった時代があのこのクラウドネイティブの子どもたちの世代です。でもその次の AI ネイティブの一例というのもですね、もうさまざまに出ています。あの将棋の藤井棋士はですねあの、ものすごく強いのはなぜかというと、あの将棋の a i かけるの自分で高速処理の PC をです、ね、自作で作っていてあの、これまでの将棋のゲームだと、 あの打たないような手をですね AI に打たせてそれと戦っているわけなんですね。なので面白い話としてはその今までのパソコンだと1000万回あの処理をした最前提というのと藤井騎士が使っている高速処理のパソコンだと同じ間で2億回処理を回せるとでそうすると1000万回と2億回だと最適解が違ってくるんですね。で藤井はそのあの AI かけるの最適 高速処理の PC で導き出される最適の手を知っているから強いんじゃないかっていうこれ見方がありましてあのまさに AI ネイティブの走りですと。 でさらにですね、あの小学校のプログラミングコンテストでもですね、ここ1、2年かなり変化が見られまして、今年優勝した川口さんという女の子、10歳の女の子はですね、画像認識の a i かけるの s d g s ということで、あのこれ今ベルマークを取ってますけども、そういったあのベルマークとかがついているあの、いわゆる 商品のですね、その部分を取ると、自動的にそれがどういうふうな目的で作られていて、どういう人たちのために役立っているのかみたいなこととかを、全部情報を自動的に出してくれるっていうふうな、これ、アプリを作ってくれてます。で、審査員にはですね、非常に衝撃が発したと。10歳で、そういった AI とか、 マシンラーニングを使う時代が来たのかって衝撃が走ったということなんですが、あの事実、もうスクラッチというですね小学生向けの,あのそういったプログラミング環境でもあの人工知能、マシンラーニングできる、そういったあのもうガイドブとかも全然普通に出てますので、そんなに特別なことではもうなくなっています。まあ、ですので、もう AI ネイティブと言える子たちはどんどん育ってきているというふうな時代です。 で AI ネイティブはですね、やはりあのデータが必要です。さっきの画像にしても、将棋のその打ち手のデータにしても、やはりデータがあることっていうのは前提になっていて、あとはそういった外部の AI システムをうまく活用していきます。自分でゼロからも作らなくても大丈夫です。で、AI の提案をやはり採用したその判断をしますと、AI ってること信用ならないみたいなことを言わないわけですね。まあ、そんなのアルゴリズム回して、大体そこが最適なことは分かってて、はい、その、あの、 判断、提案の上で,です、ね、じゃあどう自分はどうするかということをあの自然と考えることがもうできていますで。あとは、そういったアルゴリズムをですね常時学習をさせたりとか進化させていくことで精度を上げていくことっていうのは大事だというふうにもうみんな分かってますし、これはもう検索の上位に表示されるにはどうすればいいかみたいなのもそうですね、あの当然みんなビジネスやってると分かっている。そして、あ,のあとネットと CPU、パソコンとかスマホというのはもう基本的な人権でもこれがないともう何もできないというのが AI ネイティブ。 クラウドネイティブでも実際そうなんですけど、そんな時代ですので、あのこれがないのはもうありえないし、あの経済的な状況の中で、こういった環境を作れない子たちに対しては、もう国、自治体とかが支援をしていかないと、もう最低限の基本的人権、生活権が守れない、もうそれぐらいの時代になっているということです。ちなみに、ですね余談ということなんですが。 ギガスクール構想っていうのはですね、あのあくまでクラウドバイデフォルトという言葉であの示されてますので、あのゴー田さんいる前でこういう話を僕がするのもあれですけども、あのネットになことを規制したらダメです。あのもうそれは2000年頃のデジタルネイティブの僕の世代にはいいですけど、2020年の時代を生きている小中高生にそんなことしたらダメです。はっきり言って意味がないです。そうではなくてクラウド を前提にあと AI を使うこととかもひょっとしたらあるという中で、自由にですね文具的に ICT を利用していくと、恐怖的にお前らこの時だけ開け、インターネットつなげちゃだめだとか、何を禁止するかみたいなです、ね、そんなことではいけないというふうなことが、これもう前提になっている時代だとこういうことも併せてお伝えをさせていただきたいと思います。なので、そういった環境は整いつつあって、えーまあ、あとは大人がどう引き出していくかということなだけですと。 ああととと SDGs ネイティブいいう特徴もあると思いますこういったところに対してです、ね、あの非常に認知度が高くなってましてもう年々、急速に上がってまして東洋経済振興社の調査ではもう今、大学生、中高生とも45%は認知していたりとか別の調査ではです、ね、70%を超えているという風なあのケースも、えー、あるというデータも実際に出ています。 であの実際、学校の授業で認知している中高生が急増していて、学習指導の内容ともこのあたりは関連をしてどんどん広がっていっています。しかしながら、ですね日本財団の調査では、自分が国や社会を変えられるという実感はですね非常に他国と比べて低く出てまして、あの今日は一つ一つは詳しく触れませんが、あの認知はあれども、社会課題を自分が変えられる実感がまだ低いというのが現状かなというところです。 でですみ、ね、ません、非常に駆け足なんですが、ラストパート、入ってまいります。じゃあ、その2020年からできる未来を変えるシフトってなんだろうということを最後の話してます。で我々ですね、IT 人材育成について、さまざまな自治体さんとお話をする中で、成長ステップにかけがちなポイントがありますと。でどういうことかというと、ですね今回はちょっとそのデータサイエンスをの,あの文脈でお話をしますが、認知はみんなしてるんですね。 メディアの中でデータの利活用していることってあるよねとか、数学や情報の授業で実際そういうの出てきたよねってことはみんな知るんですけど、まず、丸2番です。自分事がしないんですね。まあ、それって結局、その専門家の人がやるんでしょうっていう話になるんだけど、いや、もうそんな時代じゃついになくなりましたってこれ話で。えー、そのためにですね、あのー、やっぱり自分の関心のあるデータの収集とか分析して、ああ、これ意味あるじゃんってやっぱり思ってもらうこととか、ああ、自分でもできるな、簡単じゃんとか、うわこれ結構楽しいな っていううなそういう成功体験を作らないと、この3番のスキル獲得をいかに入れようとしてもです、ね、いかないんですね。なので、大学でデータサイエンスの講座とかって今もあるんですけど、そこに結局みんな行かなかったり、途中で辞めたりとか、結局スキルが身につかないのは、この2番が抜けてるからです。でもう1つは、やはりその仕事とか実際の課題解決につなぐためには、この4番、プロジェクト化ですと。実際に小さな課題解決のプロジェクトを一通り経験させてもらうことが大事ですと。 企画調査、分析、提案とか、ですねあとプロダクトを作ったりとか、そういったプロジェクト化というところまでい、えー、くことが大切で、この 2, の4 2と4をですねやっていくと、事業とか職業化みたいな入り口にようやく立てると、自治体とかの場合は特にこの5番の支援はやってるんですけど、この2から4が抜けていったりすることが多いので、我々結構提案をしたりするんですが、学校の授業とかの中でも、この2と4というところがですね今後抜け落ちがちになる可能性については、ですねあの対応していく必要があるというふうに考えています。 まあ、ちなみにスキルセットについては、この3つが必要だということをです、ね、データサイエンス協会があの出していますがあの、データエンジニアリングのところにはプログラミングが入っていますが、それ以外にもデータサイエンスとかです、ね、課題をちゃんとあの理解して解決をしていくというのは、そういったビジネス力も必要だということは指摘をされています。で、最後の,あの部分になりますが、ライステックとしてはお勧めとしては、半径50センチメートルの課題解決体験をぜひこのデータサイエンスに関わる授業の中で、まさにそのリーサースを使ってやってほしいなというふうに思っています。 で具体的にそのミクロなデータであれば、ですね、あのお母さんがそのお弁当を作るの大変そうだってなったときに、そのお弁当のレシピを作るために、ですね、カロリーのデータを入れて、カロリー計算しつつ、ですね、ここのボタンを押すと、実はそのレシピアプリのサイトに飛ぶようになっていて、レシピデータともつながっているというふうな、例えば、アプリを作ることでお母さんがお弁当を作るの大変だという身近な課題を解決するだったりとか。 あの福岡県の飯塚市で我々やった取り組みでは、飯塚に住んでいる子どもたちが、飯塚の離札みたいなマクロデータを見たときに、観光の滞在時間が少ないということがです、ね、これ結構課題だったんですね。でそこに対して、えーまあ、その地域の、えー、そういった名所を 行くとですねそこの QR コードから行ったとっいう履歴データが取れて、その履歴データが取れると、ですねそこの施設の紹介とか、そこの施設に関わるスタンプが手に入るというふうな、まあ、そういったアプリを作ってくれたりということもしています。つまり、データを使って、まず子どもたちから見える身近なその世界の課題解決をお母さんの課題解決、地元の飯塚の課題解決とかをしている子たちが、実際、私たちの周りでも生まれています。 ですのであの、2つの観点からこの半径50センチメートルの課題解決体験をしていっていただきたいと、やはり社会課題できる人への第一歩を踏み出してほしいという大人の視点、もう一つは子どもたちの視点から見たときには、やっぱり思い入れを持てるテーマ設定ということがです、ね、子どもたちの主体性、ポテンシャルを引き出すということになりますので、こういった課題設定ということが非常に大切になってくると思っています。 ではちょっと最後の部分になりますけれども、ライフセッカーの願いというところで、今日集まった皆さんとですね、特にひょっとしたら文科省の合田さんには強いお願いになるかもしれませんけれども、データサイエンス教育の必要性というのを社会的イシューにしていっていただきたいと思いますと。さまざまな教育イシューの中で、特に新しいあのそういった教育領域というと、ですね、英語の4教科であるとか、プログラミングというところについては、よく話題に上ります。けれども、 データサイエンス教育が今回の学習指導領から増強されているということはです、ね、ほぼ正直あの話、話題に上がることというのはなくて認識をされていません。あのところが、情報とか数学とかで内容はかなり増強されていって、我々も新しい教材を出していったりということもするんですが、やっぱりそれが重要なものと認識をされないとです、ね、あの子どもたちも学校の先生も保護者の方もその必要性ということをです、ね、あの認識されないというふうに思っていますので、ぜひこのリーサ a の フォーラムを一つのスタートに、ですねデータサイエンスの教育が必要なんだということをです、ね、若年層に対しても社会的一種にしていっていただけるたらというふうに思っております。はいということで,です、ね、すねすみません、時間をちょっとオーバーしてしまいましたが、私からは以上とさせていただきます。皆さんどうううもあありりががととごござざいいままししたた